はい、皆さんこんにちは、Aトラベルです。今回はこれまた本当に久しぶりのプロジェクトジャパンの方ですね、遊んでいきたいと思います。荷物の方は、こちらのですねヘリコプターですね、重量は34トンになります。こちらの方を因島から金沢までですね、トータル距離としたら1242キロほどあるんですけど、フェリーがまた1000キロぐらいあるんで、実際は242キロぐらいの走行距離になるかと思います。で、まあね、因島からもうフェリー乗ってしまえばすぐに金沢着いちゃうんですけど、それじゃあ全然面白くないんでね、伊方っていうところですね、愛媛の伊方っていうところまで走って、そっからフェリーで金沢に向かいたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ早速やっていきましょう。はい、エンジンかけます。はい、ギア入れて、はい、落として、やってきます。ここで間違ったらあかんのが日本なので、左側ですかね。左側通行厳守で、渋滞してるぞ。どうした？これプロジェクトジャパンってね、どれぐらいぶりなんやろってちょっと思ったんですけど、多分ですね、今年の元旦の日に新春初笑いとかって言って出した動画以来じゃないですかね。あれ、みんなタイヤチェンジしてる。あれ、おかしいな、タイヤチェンジしてますね。雪モッドを外したんですけどね、もう今年暖冬すぎて本当に全く雪ないですもんね。もう金沢の方も全然調べてはないですけども、もうきっとないですよね、雪なんか積もってるわけないですもんね。いやー、それまた困ったもんですよね。何かが起こるな、本当に因島。
意味の島。タイヤチェンしてる。あれ？タイヤチェンしてますよね、これ。このトレーナーの左に。バスは？はい、バスもちゃんとチェーンしてますね。あれ？チェーンモッド外したはずなんやけどな。おかしいな。皆さんあんまりあのトレーラーのタイヤは見ないようにしてください。ああ、この動画を撮るちょうど2日前か3日前かちょっと2日前かちょっと忘れちゃいましたけど、3日前かな、ちょうどね、あの島並海道を、広島から島並海道を四国に向かって走っとったんですよね。なんかあの因島っていうインターはないんですね。で降りようと思ったら因島北っていうとこじゃないと降りられないみたいな感じになってましたね。ここが因島かとか思いながらね走ってましたよ。でまたいつも恒例の松山ですね。私は松山にまた一泊したんですけどね。その前のだから広島で2泊して、で松山でも一泊したんですね。まあ私が好きなパターンです。広島で泊まって松山でも泊まる。今年初めてやったんですからね。はいはいはい。やっぱりちょっと実際とはやっぱ違いますね。松山から大阪帰ってくるときは松山インターから乗ったんですけどね。前にもね、なんか左に曲がれるところがあって、そことなんか間違えそうになりましたからね。あ、でもなんかあるんだな。このね、この高架の下に左側にあるんですよね。曲がれるところ、ほら、そこに間違って入ってきそうになりますから。こっから伊方まで一回乗っていくのがなんか変な感じやな、やっぱり。どっちこっち？こっち？宇和島？これなんでナビ何も言わんの？まあ毎回のことですけど、本当これね、プロジェクトジャパンで心が落ち着くというか。やっぱ見慣れた風景というかね日本って感じっすよね。すごいな。なんかこの日本を走ってる安心感っていうかね、とてつもなくいいですよね。
なんかこのね、白いハンドルもね、この白いハンドルもなんかし、こんな風にした覚えないんですけど、いつの間にかね、ハンドルもこれ、椅子も全部白くなっちゃってね、女子まで変わってるし。聞いてもらったかと思うんですけどね、ホーンの音もなんかおかしなっとうすよ。軽トラかーいう、ね、エアーホーンの方もなんかね、スコー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 ってエア盛りしてるようなホーンになっちゃったんですね。またなんかもうほんとモッド同士が悪さしそうじゃん、これ。あ、そういえばあの四国走って帰ってきたんですけど、やっぱね、もう四国の方はやっぱね、あったかいんですかね、すごい山がね、緑緑もしてましたね。さすがに今、この、この今ゲームの中のね、緑ほどではないですけど、もうあの、葉っぱが落ちたまんまの木みたいなね、そんな感じじゃなかったですよ。本当に今年はあったかいから、ねえ、なんかあの、ボケ桜とかも結構咲いてますもんね。まあ、梅なんても当たり前のように咲いてますし、今年は本当に暖冬やばかったなぁ。もう私も結局スタッドレス履かんかったですからね、履く意味なしですよ。はい、これで港ですね。全くナビが喋らない。サイドブレーキ、エンジンオフ。行き先お願いします。金沢、ゴー。はい、金沢港に着きましたね。はい、エンジンかけます。混ざった。ライトつけて。じゃあギア入れてサイドとしていきまーす。一応ゴールの輪っかみたいなのが見えてきましたけど、こんなとこに荷物を取りに行ったり運んできたことないな。久しぶりすぎて忘れたな。あんこ親父ラーメンってこんなとこでしたっけ、場所。
っちが黄色くないもんな。これ？ああ、ここか。来たことあるな。邪魔やわ。ちょっと引きます。プチプチプチっと。もうこれ本当に難しいことをさせるな。こんな感じか。はい、バックします。アウトやもん。わあ、ハウスギリギリ。人がおって線が見えないんですけど。入ったんじゃない？これで前に切り返せば。こっちのもん。うわ、なんか OK 出たけど。あれ、あ、バックしすぎなんか。よっしゃー、ニュートラルサイドブレーキ。ミラー消して、はい、エンジン切ります。はい、外行きますね。おお、あ、線が見えんからあれやけど、これはいいんよね。見たかった人やな。まあいろいろありましたね。タイヤチェーンがついてたり、お客さんがおったりね。ちゃんと門座見やんとダメですね。はい、ということで今回は久しぶりのプロジェクトジャパンの方ですね、やってきました、荷物はこちらのヘリコプター、重量は34トンあります。因島の方から石川県金沢までですね、全部の距離で1242キロなんですけども、フェリーが1000キロほどあるので、実質は242キロの距離を走ってきました。まあ、あの途中でも言いましたけどね、やっぱりこの日本ってね、落ち着くんですよね。楽しいですよね。ということでね、またやっていきたいと思いますね。まあ間もなく春分なんですけどね、もう今から冷える言ってましたからね。やっと日本が冬らしくなるようなこと言ってますんでね、気温変化に気をつけていただいて、皆さん風邪ひかないように気をつけてくださいね。
はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。いつもご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価いただけるととっても嬉しいです。はい、それでは皆さん、ぜひまた遊びに来てくださいね。どうもありがとうございました。またねー。